まあ、私 OK ですよ。秋田ってこの辺りか。この辺りですかね。なんか北前な、これ。なんか確か、北海道のその南が岩手で、はい、でその下辺りに秋田があったんだっけ。だったと思います、確か。となると、この辺りっていうのはあながち間違ってない。ですね。うん。誰が書いたかは知らんけどね。誰が書いたか分かんないけど。分かんないけど。俺。琥珀あの黒で書いたのは誰だか知らないけど、私ですね、黒の黒では。あ、これ、この、これと、これと、この、これ、私が書いた。琥珀さんと。へぇー。そうそう。つまり、土台を作ったのは琥珀ってことね。ですね。そういうことですよ。どうでもいいですけどね。じゃあ2回目いきまーす。いきまーす。ごめんって、ごめんって。あ、いきなりか。はーい。まあ、気にしてないけどね。よし。はいはい。さて、第2戦始まりました。始まりました。そろそろ、来る人が出てくるんじゃないでしょうか。あ、琥珀さん、惜しいかもしれないかも。そう、マジですか。誰か惜しかったら、お絵かきの森、ちょっと危ないよ。上手です。待って。めっちゃ。ダイレクト。確かに、蓋に見えるけども。いや、違います。これは。競技ですから。競技か。はい、トイレと、うんこが近いって。トイレする競技ってあるんですか。やべえ、そうでした。あの丸い円盤だったんや。円盤、はい。もう分かりましたね。何やばいぞ、マメさんもう優勝でいいんじゃない。マメさん優勝か早くも。俺さ、書いた側にも得点入りますもんね。そうだよね。俺さ、企画の段階でちゃんと考えとったんが、MVP だけじゃなくて得点の多さってことでもう優勝決めようかなと思ったんやけど。ああ、なるほど。多分そっちやっとってもマメさんが優勝しそうな気がするんですけど、今から。ねえ、これ。うそ。うん？今日俺主催者側なのに1回も出てないんだけど、大丈夫か俺。おっしゃ、あーあー、なるほど。やったー。あ、出た、私のこの画力が。本当だ。ライムさん、どうですか、今回のお題は。うん、どんなんが出ましたか。ん、あっとわからない、もしかして。なんだこれ、国ググってもググってもいいんです、ググってもいいんです。いやいや、これ多分あれですよ、あの、この半芸のおっとあー、キャラクターじゃないのでしょうか。外れ引いたんちゃうか今。それは難しいですわ。いや、わかんないですもん、これちょっとサービスしてくれないんですか。いや、これググったところで何も見つからない。ググること、私が考えることがいいって。ググググググとりあえずハンゲームって言ったらもう。なんでギガビキ押したんすか。あ、なんかいい感じに、なんか絵を描いてその文字を取ってもらおう。あら、やべー、でしょ。誰も描いてないやん。もう一つしか描いてないやん。もうしか描いてないの。それはダメです。なんでプリムなんですか。でもってプリム描けてめちゃくちゃ難しいっす。やっぱりこれってなんか、え、何ですかあれは。なんかキャラクターですね。案内が書いてあるから。太めかりの。なんか半ゲームのキャラクター。やっぱり。案内係のほら。わかるわけない。チョコランって書いてあるやつは。うん。怖いわ、ね。え、そーれ。あー、さっきやられた。あー、そうなるな。あー、来た。ヤバタンだよ、私。わかんねえよ。わ、これまだか。片手むずいな。打つのに時間かかる。かかってはむずいですよ、そりゃ。ヤバタンだよ。もうちょい濃いやつがいいな。あ、うずっ。待って。何じゃこりゃ。いやあ。あ、うずい。もうちょい濃いんだ、いいんだ。もうしょうがない、これで書こう。あ、てない、うずい。もうこれが一番濃いやけん、これでしょうがない。けど、ね、しょうがない。ちょっと一つ押し。あー、落ちた。早っ。なぜロメコ、どういうことだ、貴様。ちょっと待って。え？で、てめえ、俺の画面が見えてるのか。みんなの画面が。何？もしかして、マメさんってハッカーなのか。ハッカーか？怪しい。マメさん、ハッカー疑惑。マメコ、お前。なんでマメコ、お前。メニュー。私たちが書く前に答えるんじゃないわよ。本当よ。なんだこれ。書く前にやってますもんね、もう。思い浮かばんわ。字掛けかな。
ふりかけを煮るんですか。何それ。これは器じゃなくて入れる方の問題なのかな。なんだこれは。タラコみたいなのが出てきたぞ。ああそういうことだ。マメコン。ああもうタイピングが遅いな。でかこの中に。もうやばいっすもん得点差が。鍋の中にタラコ入れるわけないか。あ協力プレイです。協力って協力してくださいよ。あこれ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 。これちょっとライム様書きやすいんちゃうかな。受験生だぜ。わからん。あそんな感じそんな感じそんな感じやったわ。それじゃ。そんな感じやけど、それをみんながわかるかっていうのはまたピアノだろ。知りたね。あ、三角。よし。そう。悔しい。これ三角数って読むの？そうです。はい。そうですね。三角数で。同点やまめの地理でありますよ。地理で。地理ですね、これは。あ、なんでまめさんなの？同点なのに。答えた数とかそういうことかな。あーですかね。この時点ですでにもう、マメさんが1位のことはもう変わらないんですよね。4回なの。同着1位。もう同着1位しか。もうこのままいったらもう他の2つもマメさんが取りそうな気がする。恐ろしいよ、この人。さすが最年長だでも言うてるきか、経験の多さ。ですね。いや、もう前かけの森。そうだな。そして、うんこっていうの書くのやめてくれないか。すごいしな、逃げに。もう誰が書いてない、誰かわからんでも、文字出てるもん、こっち。ペンの。僕も出てますもん。これとか。これとか。もう誰が書いてるか分かる。書いたの、私じゃなくて、まめちゃんだから。あ、そうだ。お、把握だよ。もう放送事故の。いや、だって私のうんこ、こんなにちゃんとした色してないし。ちゃんと色じゃない。色かよ。ちゃんとした形してない。